皆さん、こんにちは。それでは、コア・グーテンベルグにコードで貢献してみようというセッションを始めさせていただきます。まず、簡単に自己紹介をさせていただきます。名前は、浜野と言います。人の名前は、鉄秋というんですが、この英語で発音した時に、鉄の部分がすごく発音しづらそうだったので、それを外して、英語での表示名を秋というふうにしています。普段は、フリーランスとして、 ワードプレスサイトの制作、ワードプレス開発を行ってまして、その方々は、えー、グーテンベルグプロジェクトの、まあ、GitHub リポジトリのメンバーとして、えー、コントリビュートをしたりしています。それから自分が公開しているプロダクトとして、えー、2つのテーマと5つのプラグインがあります。こちらはどちらもです、ね、公式ディレクトリからダウンロードできますので、よかったら試してみてください。 そして今回のセッションは、この What, Why, How という3つのセクションに分けてお話ししたいと思っているんですが、この3つの見出しはですね、Gootenberg の GitHub プロジェクトの、まあ、プロリクエストというものを送るときに、えー、説明文のテンプレートに含まれている見出しになりまして、例えばこのプロリクエストであれば、What,、えー、このプロリクエストは何をするのか。Why, なぜこのプロリクエストを送ったのか。 それからこのプロレ,レクエストはどうやって問題を解決するのか。という3つの見出しが含まれているんですけれども、このセッションもですね、この見出しに従って、貢献とは何か、なぜ貢献するのか、どのように貢献するのか、という3つのセクションに分けてお話ししたいなと思います。そしてこのセッションのタイトルは、コードで貢献するということなので、 もしかしたらあの話の内容が難しいんじゃないか、コードがわからないと理解できないんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、このセッションでは具体的なコードの話はしません。それから環境構築の話もしないですし、いわゆる黒い画面の話もしません。なぜかというと、コードで貢献するということは、自分は必ずしもコードを書くと書けられないと思ってまして、 どちらかというと、こういう具体的な話をしても、まあ、半年、一年ぐらい経ってしまうと、まだその手法も変わってしまうと思うので、どちらかというと、こう、もっと基本になる大事な考え方、アプローチみたいなところをお話しできればなと思います。ただですね、あの、これからのセッションでお話ししていく中で、この用語だけは知っ、えー、ていただきたいというものがいくつかあります。ワードプレスと、あの、グーテンベルグは、まあ、別々、 で、開発されているとご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、まずあの、開発プラットフォーム自体が違います。ワードプレスであればメインはトラックという、これはあの、プラットフォームというのはバグトラッカーなんですけども、そこがメインになっていまして、一方、グーテンベルグは GitHub がベースになっています。そしてバージョン管理システムはワードプレスであれば SVN。グーテンベルグであれば GitHub なのでもちろん Git になります。 それから、あの、バグの報告だったり、機能の要望、そういったことをしたいときは、ワードプレスであれば、チケットというものを切ります。グーテンベルグであれば、異臭というものを立てます。それから、変更の提案ということになると、ワードプレスでは、いわゆるパッチというものを適用するという意味になります。グーテンベルグであれば、GitHub なので、もちろん、プルリクエストということになります。そして、今回のセッションでは、 このグーテンベルグの方を中心にお話ししたいので、特にこの右下の、えっと、一周プルリクエスト、この2つの言葉がよく出てくるので、この意味だけあの頭に入れておいていただければなと思います。では、最初のセクション、フッと貢献とは何かということになりますが、まず、ウェブ上の辞書で、言葉の定義を調べてみたんですけれども、 二つ意味がありました。もちろんですね、そのワードプレスでいう貢献とると、えー、一つ目の意味になるかと思いまして、ワードプレスコミュニティのために、まあ、役立つように尽力すること、ということになると思います。これ大事だと思うのが、何でしょうか、えー、クローズなコミュニティだったり、こう特定の個人や団体に紐付くものではなくですね、オープンなワードプレスコミュニティ全体に対して、 という意味合いだと自分は思います。それからあの、じゃあどんな貢献の方法があるのかということで、wordpress.org の日本語サイトから引用させていただきました。そこに8つありまして、これが日本語でできる Wordpress への貢献の一覧になります。そしてこの一覧の中で、今自分が どの活動を行っているのかなとも考えてみたんですけれども、まず一つ目が翻訳。これはあの、コアコントリビュータハンドブックという、まあ、ワードプレスの基本になるドキュメントがありまして、それの日本語化プロジェクトが今進んでいます。そこにあの自分も参加しています。そして二点目がサポートフォーラム。こちらをご覧になった方も多いと思いますが、こちらの質問にたまに回答したりしています。 それから、一番左下のイベント開催。これは今定期的に開催しているイベントとして、月に1回か2回ほどですね、カスタムブロック登場というブロック開発をメインとしたイベントをオンラインで行っています。それから、右上の開発。ここが今自分がメインであの注力しているところでして、主にグーテンベルグプロジェクトへ貢献しています。 そしてその下のテーマプラグインというところですが、最初の自己紹介のところであの紹介させていただいたように、テーマプラグインをいくつか、公式ディレクトリに掲載しています。そして今日のセッションでは、今自分が一番注力しているグーテンベルグへの開発。その中で、開発といっても、パフォーマンス、デザイン、インターナショナライゼーション、アクセシビリティ、いろいろあるんですけれども、この中でもコード、 開発、コードでグーテンベルクの開発に貢献するというところをメインにお話ししたいなと思います。ここまでの一つ目のファット貢献とは何かというところなんですけれども、二つ目の Y、なぜ貢献するのかというセクションになります。そして自分の経験を振り返ってみて、なぜこうコードで貢献するのかというところを考えてみたんですけれども、 大きく分けて、自分はこの四つが。あるのかなと思いました。まず、一つ目が。楽しいから。というところが一番大きな割合を占めています。これは何かというと、あの。まあ、プログラミングそのものの面白さということにつながるんじゃないかなと思うんですが。まあ。そもそも、何がわからないとか、わからないときでも楽しいですし。それがちょっとでも分かったときも楽しいですし。 ものすごく考えて、取り組んで思った通りに動いたときも楽しいですし、原因を見つけたとき、修正できたときも楽しいですし、あとは一行も測らなかったコードが、ちょっとでも理解できたときは楽しいですし、あとはあの、そうですね、も,うものづくりそのものの楽しさというものがあるかなと思っていまして、このまあプログラミングそのものの楽しさというのが、貢献する上での一番のモチベーションになっているのかなと考えています。 そして、二点目が、承認欲求。ということで、あの、貢献、コードで貢献を続けていると、例えば、ちょっと新しいことができるようになったり、知識、経験が増えることがありまして、そういったときに、まあ、ちょっとでも制御できた自分が嬉しいというところがあります。あとは二点目が、まあ、すごいありがとうと言われるのが嬉しいというところですが、例えば、えー、グーテンベルグにプロリケーストを出すと、 そちらそれをレビューされる方は、ものすごく喜んでくださいます。例えば、ナイスキャッチ、センキュー、まあ、グッドキャッチ、みたいな形で喜んでくださって、それが嬉しいというのが、モチベーションの一つになっているかなと思います。そして、三つ目、ボランティア精神。これは、あの、真ん中にいるのが自分なんですけれども、自分は今、フリーランスとしてほぼ100% ワードプレスに関わるお仕事を開発をしています。クライアントさんからお仕事をいただいて、それに対して成果物を納品して、それの対価報酬としてお金をいただいています。そしてなぜそれができるのかというと、やっぱりワードプレスコミュニティがワードプレス本体そのものも含めて、えー、開発に関わるドキュメントを公開してくださったり、 あとは勉強するためのイベントを公開されていたり、サポートを提供してくれる。そういった恩恵を受けているために自分はこう仕事ができているかなと思っています。なので、まあ、それのワードプレスコミュニティに対しての恩返しという意味合いが強いのかなと自分は思います。こちらがボランティア精神ですね。そして4点目、仕事につながるかも。 えっと、自分が貢献活動をしている上で、まあ、無償のコントリビューターなので、えー、何かスポンサーさん加ついているというわけではありません。ただ、自分がコードで行った貢献活動というものは、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、GitHub アカウントを持っていれば、自分が送ったプロリクエスト、まあ、一シ立てたイシューなどが、こう概要ページに出るのはわかると思います。 あとは、wordpress.org のプロフィールページですね。そちらを見ていただくと、左側にあの、アクティビティーのタブがあって、そこをクリックすると、最近自分が行った、wordpress、まあ、に関する活動が、直近のものが出ます。例えば、あの、ォーラムで回答したこと、送ったプルリクエスト、もしくは、wordpress コアに送ったパッチ、みたいなものが、直近のものが出ます。 そして自分はこういった貢献活動はできれば、えー、とオープンであるべきだと思っていまして、それを第三者が見たときに、その人は何ができるかというのが明らさまにわかると思うんですね。例えば GitHub のその人のアカウントを見れば、どんなことが好きなのか、どんな技術を持っているのか、英語がどのくらいできるのか、もしくは一周プルレクエスト上で、 他の人とどういうふうに議論しているのかというのがわかると思うんですね。そして自分はそれはすごくいいことだなと思ってまして、例えば誰かが、えー、ワートブレスに関することで困っていて、たまたまワートブレスコミュニティだったり、何かのきっかけで自分の活動を知って、そしてこういった活動履歴を見て、この人だったら自分が抱えている問題を解決してくれるかもしれないと思ったとして、 ここからもしかしたら仕事の相談をいただくかもしれません。自分も実際にワードプレスコミュニティ経由だったり、おそらくこういった活動を見ていただいて、お仕事の相談をいただくこともありますし、ここから実際にあのお仕事につながるということも過去に何度もありました。なので、貢献活動はもし無償であったとしても、動機の一つとして仕事につながるかも、 結果としてお金がもらえるかもと考えることは自分はあのとてもあの悪いことではないと思っています。これが4点目のモチベーション仕事につながるかもというところになります。そしてもう一つモチベーションになっているものがあって、えー、注目の貢献者に貢献されることということになります。ワ、えードプレスをメジャーアップデートをすると、 このメジャーバージョンの詳細が書かれたページにリダイレクトでされるのが分かると思うんですけれども、そこのクレジットというタブをクリックすると、このメジャーバージョンに貢献した人の一覧が出ると思うんですね。そそこの冒頭に注目の貢献者ということで、40人か50人ぐらいアバター画像をつけてあの名前が表示されます。そこにこう、 乗っってててみたいといとうののが一つの目標になってまして、まあ、ものすごく無謀な目標だと思いますしどうやったら乗れるかも分かりませんがそれも今の自分のオードでの貢献における一つのモチベーションになっています。ここまで自分のモチベーションをお話しいたしましたがただ楽しいやりがいがあるだけでなくてえ辛い時悲しい時悔しい時というのもたくさんあります。 まず一つが、これが自分の一番大きな問題かなと思うんですけれども、英語ができないというところがあります。常にこう翻訳ツールが手放せないというところですね。あとは、なんとか文章として理解できたとしても、自分がその技術的に、えー、まだまだであったり、経験値が低いことがあって、話についていけない、まあ、結果として、まあ、コミュニケーションがうまくできないというところはあります。 ここが一番今悔しいところかなと思ってますので、もっと勉強しないといけないなと思っています。ただ4点目が、攻撃的、主観的な発言に触れたとき、ということですね。やはりあの、貢献する上で議論というのは、まあ、個人的な利益につながるものじゃなくて、客観的に、まあ、コミュニティ全体の利益につながるかどうかというところを、まあ、話し合わなきゃいけないと思うんですけれども、例えば、 今自分はこのバグでものすごく困っているので、早く直してください。ですとかですね、自分はこの機能は絶対必要だと思うので、早く取り組んでください。みたいな攻撃的、主観的な発言を見たときは、やはりそこからこう疲労に進むというのをためらってしまうこともあります。もちろん自分も人間なので、こういったことになってしまうこともあるかもしれませんが、できるだけそうならないようにですね、客観的で冷静な 議論を心がけたいなと思っています。あとは5点目として、Windows 使いのワードプレスエンジニアと繋がりたいと書いたんですけれども、これは何かというと、えー、自分が経験している限り、えー、例えばグーテンベルグのプロジェクトであれば、えー、計測的に関わっている開発者の中で Windows をメインで使っている方は、おそらく 1%, 1に満たないと思うんですね。なので自分はあの Windows をメインで使ってメインで開発しているんですけれども、例えば Windows 由来の問題があったときに、あの自分が挙げたイシューをなかなか読まれる機会がなかったり、あとは Windows に関する問題を修正してフローリケーストを送ったとしても、なかなかそれをレビューできる人がいないというところがなかなかもどかしいところでして、 ぜひですね、あの、Windows を使っている方がいたら、えー、こうした貢献活動に取り組んでみてくれたら嬉しいなと思います。というところで、3つ目のセクション、えー。How? どのように貢献するのか。これが、今回のセンションの、あの、メインになるところかなと自分は思います。じゃあ、コートで貢献しようと思ったときに、最初は何をから手をつければいいか、全く、 あの、わからないと思うんですね。ということで、コードで貢献するために、自分の経験も踏まえて、こういうステップでやっていけばいいんじゃないかなというところを、えー、お話ししていきたいなと思います。そして大事だと思うところは、ここに6つのステップがあるんですけれども、これらは全部、全てがコードでの貢献だと自分は思います。 ステップ1、2に関しては自動的なものですかもしれないですし、ステップ3から6に関しては能動的なものかもしれませんが、すべてがコードでの貢献と考えています。最初の方で自分があのお話ししたんですけれども、コードで貢献するイコールコードを書くというわけではないと思ってまして、自分が起こした何,何かしらアクションが誰かがコードに書くことにつながって、 それがプルレクエストとして本体に取り込まれる。そうなれば結果的に自分はフォードで貢献したと言えると思うんですね。なので、このステップをまず取り組みやすそうなところを順番に説明させていただけたらなと思います。では、まずステップ1。イシューを読む。これは何かというと、ワードプレスであればチケット。 えー、グーテンベルグであれば、イシューという形で、日々たくさんの問題がこう投稿されるんですけれども、そういったイシューに関して、どういったものかという雰囲気になれるということですね。もしくは、開発プラットフォーム、ワードプレスであれば、トラックというシステム自体、えー、グーテンベルグであれば、GitHub というあのプロットフォーム自体の使い方になれるという意味合いも含まれるかなと思います。 そして、例えば、そういったイシューの一覧ページから、ちょっと知っている単語が含まれているタイトルをクリックして、その英語をですね、頑張って読んでみて、まずは何を問題としているのか、そして、その問題に対して何を提案しようとしているのか、というところをぜひあの読み解くとこ,ところにあの挑戦してみてほしいんですね。あとはもちろん、そのイシューにコメントがついたりすることもあるのでど、誰がどういうふうに議論しているのかというのを追ってみるというのも、 すごくいいと思います。そして、ここでやはり問題になってくるのが、まず英語であるということ。あとはその英語をもし文章として理解できたとしても、技術的に何のことを言ってるのかわからないという知識、経験とか二2つがあると思っています。ただ、逆を考えると、この石を読むということを続けていると、もしかしたら英語が、英語のリーディング力が上がるかもしれないですし、 あとは、あの、知らなかったワードプレスグーテンベルグの使用にもあの強くなっていくかもしれません。私、このステップ1のイシューを読むというところは、自分はどちらかというとコードを書くことよりもすごく大事なことかなと自分は思います。なぜかというとコードを書くためには、まずそのイシューをテストして、あの問題が再現、100%再現するということがわからないといけないですし、そのイシューをテストできるということは、 そのイシューを理解しているということなので、コードで貢献するために、まず取り組む必要があるステップなんですね。なので、ぜひ、あの、気になったイシューをどんどん読むことに挑戦することから始めていただければなと思います。そして、右上にあるんですが、ワードプレスのメイキングワードプレスというスラックコミュニティがありまして、そこへ参加してみるのもおすすめです。 こちらのスラックのいろんなチャンネルで定期的にチャットミーティングが開催されてますので、日々どんなことが問題になっているのかですとか、どういう議論がされているのかというものを覗いてみるといいと思います。では、二つ目のステップ。イシューをテストする。ですね。ステップ1でイシューを読んでですね、 次のステップとして、そのイシューを、にちょっと取り組んでみてほしいんですね。その問題が再現するかどうかをテストにしてみるということですね。その際のポイントとしては、もちろん最新バージョンのワードプレスを使うということ。あとはですね、ブーテンベルグプロジェクトであれば、最新に近いものが定期的にプラグインとしてリリースされているので、それを必ずインストールして有効化しておくということです。 3つ目は、もちろん、あの、理想的には、ワードプレイスをインストールした直後の状態。または、あの、グーテンベルクプラグイン以外には何も入っていない状態。テーマはデフォルトテーマ。というクリーンな環境で、環境依存しないようなところでテストしていただきたいなと思います。あとは、そのイシューを書いた人が、こういう手順で再現しましたと、あの、手順を書いてくれている場合もあります。そういうときには、 必ずその手順に従って、イシューが本当にあの不具合であるかどうかをテストしてみてほしいなと思います。そしてここで大事だと思うのが、イシューをテストできるということは、正しい仕様を知っているということだと思うんですねこう。本来期待される結果が知らない限り、テストはできないと思っているので、まずテストをする前に何が正しい仕様なんだろうと調べるところから始めることも多いです。 なので、テストを通じて、正しい仕様について詳しくなっていくというメリットもありますので、ぜひ、あの、取り組んでみていただければなと思います。そして、ステップ3。ステップ1と2、イシューを読む、テストするに関しては、どちらかというと、まあ、一人でやる自動的なものかと思うんですが、ここからのステップは、より進んで、能動的な、えー、貢献活動になるかなと思います。 ステップ3、イシューにコメントする。ここで初めてこう自分でアクションを起こしてみるということですね。例えば、誰かが書いたイシューをテストしてみて、もし自分でも再現できた、もしくは再現できなかったらですね、ぜひこの英語で、I was able to reproduce it、再現することができました、もしくは not ですね。こういう形でぜひ書き込んでみてほしいんですね。なぜかというと、 その異臭を立てた人は問題かと思っているかもしれませんが、もしかしたら、あの、それはそもそもの仕様であったり、勘違いであるかもしれません。もしくは、あの、その人の環境だけで起こるものかもしれません。なので、テストをした後に、それが再現できたかできなかったにもかかわらず、こういったコメントを書き込んでみてほしいんですね。そこに追加で、例えば、ん何でしょうか。 What is your WordPress version ですとか ?Do you activate Gutenberg plugin? みたいな形で。What is your active t e m e みたいな形でですね。こう、コメントを投げかけてみてほしいんですね。そうすると、そのコメントをもらった人は、あ、Gutenberg plugin を有効化したら治りました。もしくはこちらの環境の問題でした。と気がついて、もしかしたらその異臭は行動を書くことなく、あの、 正しく閉じられることもあるかもしれません。もしくは、あの、一周を立てた人が、う完全に再現できる手順は作らなかったけども、何か動作が不安定だという報告をしたとします。そういうときに、自分が、こう100、100%再現できる手順を見つけた場合は、ぜひ書き込んでみてほしいんですね。なぜかというと、その手順を見た他の開発者の人が、 手順がもう決まっているの、再現手順が決まっているので、こう修正に取り組むことができるんですね。つまり、コードを書いてこう、プルリクエストを送るということにつながるので、こうコードで,で貢献したと言えると思うんです、ね、なので、一周を読んでテストすることに慣れてきたら、今度は能動的なアクションとして、こうコメントする、他の人と議論してみるというところに、ぜひ進んでみてほしいなと思います。 では、ステップ4、イシューを立てる。今度はより自発的に自分でイシューを立ててみるということになります。ここでポイントとなるのは、まずもちろん他に同じイシューがないかというのを、まあ、ざっくりと調べてみるということですね。もしくは正しい環境でテストしたか。つまりこれは先ほど申し上げたとおり、最新のワードプレスと最新のグーテンベルを使っているか。 あと三つ目は客観的な理由があるか。ここも非常に大事でして、例えば自分はこの機能は絶対に必要だと思うので、この機能を追加してくださいというエシューを立てても、ちゃんと理由がなければ、それに同意する人もそこから進むこともおそらくないんじゃないかと思います。こう問題提起、あの機能追加、改善要望を出すときには、必ずですね、あの客観的な理由を添えてほしいなと思います。 あと4点目がですね、そのイシューを見て、コ、えードを書いて修正することに取り組む人のために、できるだけあの確実な再現手順というものを書いてほしいなと思います。えー、オープン字、ポストエディター、インサート、なんとかなんとかブロック、みたいな形で、こう、リスト形式で書くのがいいんじゃないかなと思います。ただ、自分も英語が苦手なので、そういった時には、あの、より正しく伝えるために動画を添付することもあります。 こういった形で自発的に問題提起、機能改善の提案などをやってみてほしいんですね。なぜかというと、あの下の方に書いてあるんですけれども、あのバグだと不平を言うよりも進んで石を立てましょうと書いたんですけれども、もしかしたら自分があの問題だと思っていることは、他のたくさんの人も問題だと思っているかもしれないんですね。もし自分が問題だと思っていることを一周として、 オープンだ場に持っていったら、それを見た他の人が、自分もこれは困っていた。自分もそう思いますという形で、たくさんのコメントがついて、そこからあの、開発、もしくは本体に取り込まれるというところにつながるかもしれません。ただ、一周を書くこと自体もとても時間がかかり大変なんですけれども、ぜひこれは客観的な理由があって、必要なものだと思ったら、ぜひ一周を立てるというところに挑戦していただければなと思います。 では、次にステップ5。コードを読む書くというところになります。ここで初めてコードの話が出てきたんですけれども、一ーを読んだりテストしたり、立てた後に、次にやることというと、やはりその一ーに取り組むこと、つまりコードを読む書くというところにつながっていくかなと思います。そしてここがやはり一番難しいとこかなと思ってまして、 なぜかというと、ワードプレスの知識はもちろん必要ですし、グーテンベルグプロジェクトであれば、グーテンベルグの知識も必要ですし、それに使われているいろんな技術のことを知っていないといけないからだと思うんですね。まあ、PHP、コマンド、NPM、GitHub、TypeScript、JavaScript、React、そういうことはたくさん覚えなきゃいけないことがあるので、ここが一番大変なところかなと思います。 ただ、あの、個人的な経験としては、こういう段階を踏んでやっていけば、コードが読み書きできるようになるよという、まあ、ロードマップみたいなものは、自分は存在しないと思ってまして、どちらかというと、うものすごい、濃いキレの中を、こう、周りが見えない状態で、手探りで歩いていって、そして、壁にぶつかって方向転換してというのを、 何回も繰り返していくうちに、ちょっとうっすら霧が明るくなったかな、というのを繰り返していくところ、うようなイメージだと思うんですね。なので、まあ、答えはないので、なかなかこう、ちゃんとできているか、というのを感じるのが難しいかもしれないんですけども、大事だと思うのが、やはり何が分からないのか分からないということを楽しむのが一番いいんじゃないかなと思います。 そしてこのステップに関しては、あの参考になるドキュメントを、このセッションの一番最後に貼りますので、ぜひそちらを見ていただければなと思います。では、最後のステップ、えー、ステップ6、プロレクエストを提出する。ここが一番やりがいがあるところかなと思います。えー、自分が取り組ん、えー、自分が何かのエシューに取り組んで、コードを書いたり、機能を追加したときに、 その書いたコードを取り込んでくださいと依頼するという意味合いですかね。まず流れとしては、プルリクエストを提出、サブミットした後に、それを誰かがデビューしてくれます。そしてそこで、このコードはどうなっているのとか、ここはこうした方がいいんじゃないみたいな議論がどんどん進んでいきます。そこでまあ調整を加えていって、最終的に、じゃこのコードで OK ですとなった場合に、 承認、えー、アプローブドというステータスになって、それが、えー、取り込まれます。つまりマージされます。ということで、ここが一番やりがいがあるのはなぜかというと、やはりあの、自分が書いたコードがワードプレスもしくはグーテンベルグ本体の一部になって、それをまあ世界中のたくさんのユーザーが使うというところかなと思います。そう考えるとものすごく ワクワクするところじゃない、んじゃないかなと自分は思います。そして、こう、行動を取り込んでもらうというのはものすごく大変なことなんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそのたくさんの行動を借りたり、難しいことに取り組んだりする必要は必ずしもないと思うんですね。この右側の画像を見ていただきたいんですけれども、こちらが自分が初めてグーテンベルグに送ったプルリケースト。 になります。これは何かというと、CSS の値をですね、不正な値を修正したというプリリクエストなんですけれども、行ったコードの変更というのは、たこの何という不正な値をゼロというものに書いた、たった一文字だけの修正なんですね。たった一文字だけの修正ですけれども、これを初めて送ったときは、やはりあの、それをレビューしてくださった方も喜んでくださいましたし、あまりこう、 ハードルがものすごく高いんじゃないかと思われるんじゃなくて、こういった形で小さいコードでも、とても、あの、素晴らしいことだと自分は思うので、ぜひ、ここまで、努力、挑戦してみていただければなと思います。ということで、ここまで、えー、ふわっと貢献とは何か、えー、why、なぜ貢献するのか、え、how、どのように貢献するのか、ということで、3つのセクションに分けてお話しさせていただきましたが、 これらは、あの、あくまでも自分の経験に基づいた感想となります。それぞれのセクションの捉え方というのは、人それぞれ違うべきだと思っていまして、もしこれから、あの、コードで貢献してみたいと思っている方がいましたら、ぜひ、あの、自分自身の貢献の意味や意義や方法というものを、えー、探してみていただければなと思います。 そこであの自分が特に大事だなと思うのが常にコミュニティと関わりながらというところだなと自分は思います。なぜかというと、例えば一つ例を挙げますと、自分はワードプレスに貢献したくてこの機能は絶対に必要だと思うからちょっとコードを書いてみようとなったとします。そして一人で考えてものすごくたくさんのコードを書いて出来上がった後にプロエクエストとして提出したとします。 そして、そのコードを初めて見た、あの、デビューする方は、どう思うでしょうかもしかしたらいきなりたくさんのコードを見て、びっくりしてしまうかもしれないですし、あとは自分が頑張って書いたコードは、もしかしたら、すでにもコアの方に存在しているかもしれない。もしくは、その自分が書いた機能というのは、過去の議論で取り込まないと決まったことかもしれない。そういうことを考えると、 もしかしたら自分がものすごく頑張ったことが取り込まれずに無駄に終わってしまうということもあり得るかもしれないんですね。なので、そうならないように、例えば、まずは一周を立ててみて、自分はこういう機能が必要なので、こういうふうに取り組んでみたいんですけども、どう思いますかと。あ、ま、とは、あの、アクションを起こしてみる。もしくは、 アウトプラスコミュニティのスラックのチャンネルで、この、こういう機能は絶対必要だと思うけれども、みんなどう思いますかと問題提起してみる。そういう形でコミュニティに関わりながらですね、こう自分の方向性が正しいか適切かというところをこう調整していくのが一番いいんじゃないかなと思います。ぜひ、あの、取り組んでみていただけたらと思います。 では最後にコードでの貢献に役立つ三大ドキュメントということでご紹介します。この三つのドキュメントがコードで貢献する上で最も役に立つドキュメントかなと自分は思います。まず一つ目がコアコンドリビューターハンドブック。これは今の日本語化プロジェクトも進んでいるんですけれども、これが基本になるドキュメントかなと思いまして、そもそもワードプレスとは何か どんな理念を持っているのか、どんな体制で運営されているのか、どうやってリリースされているのか、あとはコード、テスト、デザイン、どういう方法で貢献できるのか、具体的な方法が記載されています。そして二つ目がブロックエディターハンドブック。プーテンベルグであれば、このブロックエディターも一つのプロジェクトなので、ブロックエディターの使い方を知っているということは、非常に大事になると思います。 もしくはここにはブロック開発に役立ついろんなドキュメントもあるので、ぜひこちらも見ていただければなと思います。そして3つ目が g ーテ t e n b e r g Contributor Guide。これは何かというと、Gootenberg、えー、の GitHub リポジトリ上にある Readme なんですけれども、そこに g ーテ t e n b e r g 自体の、えー、環境の構築方法、えー、ビルド方法、えー、プルリクエストの送り方、もしくはあのプロジェクトの構成、 みたいなことが細かく書いてあります。なので、実際にコードを書く、読む、というところに取り組むときに、ぜひ見ていただきたいドキュメントになります。ということで、コア・グーテンベルグにコードで貢献してみる、こちらのセッションを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。